コンサロルベン・ベルヘッシュは、アルゼンチン・コルドバ州コルドバ出身の、同国代表サッカー選手、ナショナル・モンテピデオ所属。自称はフォワード。カブリーグに属していた CA、プラテンセからデビューし、2005年にプリメイラ・ディビシオンのインスティトート AC コルドバに移籍した。しかしそのシーズンに、クラブはプリメイラ・ビー・ナショナルに降格となり、2006年には、ラシンクラブに移籍した。 同クラブでは、ボカジュニアーズや CA リーベルプレート相手に奪った、得点も含め、2シーズン連続して6得点を挙げた。2007年6月26日、移籍金250万ユーロで、プリメーラリーガの SL ベンフィカに移籍したが、半年間でリーグ戦3試合と UEFA チャンピオンズリーグ1試合の出場に止まった。2008年1月、母国の CA3、 ロレンソであるマグロに移籍した。同年のコパリベルタドーレス決勝トーナメント1回戦では、CA リーベルプレートとの同国対決となり、そのセカンドレグでサンドレンソは2人の退場者を出した。上に0から2と劣勢だったが、自身が騎士改正の2得点を決めて勝ち抜けに貢献した。サンドレンソでは充実した日々を送り、リーグ戦52試合に出場して29得点を上げた。 2009年8月24日、4年契約でリーグアンの &AS サンティティエンヌに移籍。デビューから2試合目のアージュオセール戦で初得点を挙げ、2009から10シーズンは31試合に出場して5得点を挙げた。翌シーズンは前半戦で16試合に出場したが、無得点に終わった。2011年1月31日、冬の移籍史上最終日に、 セリエ A のカルチョ・カターニアにレンタル移籍した。カターニアは2010の11シーズン終了後の完全移籍オプションを有している。同日、カターニアはアタランタ BC から FW エセキエル・スケロットも獲得している。カターニアでは13試合に出場し5得点を挙げ、5シーズン連続の残留に貢献した。同年8月20日に完全移籍し、レギュラーポジションを掴んでいる。 カターニアの降格に伴い2014年8月1日、UC サンプドリアに移籍した。しかし1ゴールに終わり、2015年6月3日に、クラブとの契約を解除した。2015年6月24日、リーガ MX のアトラス FC に加入した。2016年9月8日、サンドレンソへ6年ぶりに復帰することが発表された。2017年7月12日、 ca ベレスサルスフィールドと一年契約を結んだ。2018年1月25日、トルネオ・ウルグアージョのナショナル・モンテビデオへ加入したサン・ロレンソでの活躍が認められて、アルフィオ・バシーレ監督からアルゼンチン代表に招集され、2008年10月15日のチリ戦でデビューした。デビュー戦の直後にバシーレ監督が解任されたが、 公認のディエゴ・マラドーナ監督からも招集を受け、2009年5月21日のパナマとの親善試合ではフル出場して2得点した。ありがとうございます。